サガン鳥栖対ベガルタ仙台。解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになっているのか、そういったところを見ていきたいですよね。あとはですね、両チームが組み立てていく中でいろいろと個人技も見られるでしょう。その辺も注目でしょうね。そうですね、コスとしては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。なるほど、わかりました。先ほど画面に出ていましたが、ヤンヨンキャプテンマークを腕に巻いています。さあキックオフまであと少しです。さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。注目していきましょう。チェック、ここで奪い合う、狙ったボール、うまくチャンスを作ったんですけどもね。ですよね。山田、中盤の選手、後ろからチェック、島田、ボールは渡る、長い、うんと動いたか。レガル中央から上がっていった、読んでいました。菅井、横へ運んでいきます。ドリブルで駆け上がる、追っていく、ヤンヨンギ預ける、飯尾、高橋、組み立てる、いいプレッシャーだ。ここも簡単にボールを奪われてしまいます。広瀬、山田、高橋、ボールを回してチェックに行く、左へ回して、ヘッド決まった。いやー、やりましたね。前半まだ始まったところ、サガン鳥栖先制点をもぎ取りました。見事流れるような攻撃を演出しています。ニアからのボールだったんですが、確実に合わせましたね。はい、いいタイミングで入ってきましたよね。うまく反応しましたよ。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。サガン鳥栖、今のところ格上のチーム相手によく戦っていますね。そうですね、モチベーション高いですよね。上相手にすると逆にこういった作用が働くことがあるんですよ。サポーターも喜んでるんでしょうね。さあベガルタ、この状況でどう立ち向かっていくか。まずはね、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。スライディング、チェック、さあ前にいるぞ、後ろからのマーク、平瀬、回して関口、チェック、つないで磯崎、右に送って、見ていました。ここは千葉、壁を使います。ヤンヨンギでも、こうなんと言いますか、うまくパスはつながっているんですよね。そうなんですよね。だからなおさら小さいミスと言いますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。はい、あっと惜しい。ヘッドで競る。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。そうですね、パスの精度もありますけど、もう少しバリエーション変えてもいいでしょうね。安定した攻めを見せています。
島崎、高橋、右へ出した。柳沢、いいプレッシャーだ。いいプレーですね。厳しいディフェンス。遠目からいった。アプローチ左へ、右に出して、ここで流れをつかみたい。広瀬、柳沢、奪われてしまう。中がちょっと寂しい。追いつけるか、ポストの左。しかし北澤さん、最後はドリブルで持っていきましたね。そうですね、相手にとってはね、危ないとこだったんですよね。チェックに行く高橋、左へ出した。開きますよ。ここから田村、追いかける。そして前線、田村、パス、エリゼ、菅井。おっと、ここでファールです。イエローカードです。さあ今のファールリプレイです。このセットプレーはサガン鳥栖ボールになります。ピンチを逃れました。フリーキックでしたが、ここはうまく合わせることができませんでした。ここで激しいシュート。おっと競り合います。組み立てる。糸も簡単に奪われてしまいます。読んでいました。右へ展開してチェック、横へ運ぶ。ボールは渡る。スライディング取ります。磯崎、おっと高橋、左、囲まれます。ボールが渡って、これはファールの判定。この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。これは注意だけですね。サガン鳥栖セット、あっと外した。さあ北澤さん、やや距離のあるフリーキックだったんですが、狙ってきました。そうですね、しかし今のなんかはね、一回他へ渡してからでもよかったかもしれませんね。一旦はたきます。ボールを回して、この上がりいいですよ。ちょこんと上げる。堅い守りだ。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。まあ通ればですけど、素晴らしいボール入れてきますよね。ムロ抑えました。さらにディフェンスに当たってコースも変わったんですけどもね、よく反応しましたよね。おっと一人で上がっていく。これいいですよ。中央へボールが出てきた。柔らかいパス。さあこの位置でタッチを割りました。中に2枚、さあ固まっている。さあこれからだ。ここで激しい、いいディフェンスだ。ここは叩きます。カット行くか。深くボールを下げました。鳥栖としてはいい守りを見せたと思いますよ。いいですよ、この後ですね。30分を回りました。アプローチしていく
右に送ります。さあ戻してクリアです。中島、長井、レガル、さあここまで押し上げてきました。いいですね、コース先読みしましたよ。良い守りです。高橋、中央から上がっていきます。いい形で囲い込んでますね。さあいけるか。ここは精一杯クリアします。広瀬、果敢なディフェンス。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。強い、いい位置でスローインになりました。これを拾いたい。スライディング、危険ですよ。正面に2人入っていきます。まだコースを探しています。一旦戻してパス回して磯崎、右に送って、さあ中から行きます。チェック、左に振って、この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。はい、運動量も増えてきましたよね。チェック入れるか、広瀬、おっとミドルだ。キーパーを防いでいる林、いい反応をしました。スライディング、関口、カットです。島田、読んでいました。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。千葉、追っていく、これは合いませんでした。チェック、落ち着いています。アプローチしていく、待っていた、カットします。チェック、山田と再びスローインです。ここは山田、左へ、島田、サガントス、まだ攻めが続きます。そのまま行った、チェックが入りました。中島、左へ回す、二人がかりのマーク、田村、厳しいディフェンス。そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。北澤さん、何でしょう。サガントス、前半に先制して折り返しました。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返せたと思いますね。トスとしては狙い通りのサッカーをしていると思いますよ。なるほど、ざっと振り返ってみましょう。前半19分、後半スタートです。エンドが変わっています。向かって左のエンドから攻めるのがベガルタ、反対側右のエンドからがサガントス。ファールを取られます。フリーキックとなります。素晴らしいディフェンス、いくか、右に送ります。インターセプトします。関口、これはファールです。島崎、ここで主審に呼ばれている、イエローです。イエローが出ました。千葉、関口、
そこから千葉、ボールは渡る、読まれた。しかしこのパスはオフサイドになりました。戻りかけてたんですけど、やや遅かったようですね。右に送ってディフェンス、右に回して柔らかい、素晴らしいプレーだ。ミスキック出てしまいます。今のは決めたいとこでしたね。レガルタ、決定的にも見えましたが同点のチャンスを逃しています。島田、チェックに行く、おっとここでファールです。さあ弾いた、ゴール、これは防ぎきれなかった。いやー、もったいないですよね。これからのプレーに響かなければいいんですけどもね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。そうですね、動きを見る限りではね、あまりいいプレーとは言いませんよね。さあサガン鳥栖、思わぬ形で1点が入りました。待っていました。チェック、千葉、直接いった、ゴール、後半開始早々サガン鳥栖、思い思い追加点。場内が大歓声に包まれます。先に2点リードしましたから、ますます戦いやすくなりましたよね。さあサガン鳥栖、大きな大きな3点目を入れました。一瞬体勢が乱れたようにも見えたんですが、うまくバランスを取り直して決めています。画面ではリプレイをご覧いただいています。北澤さん、サガン鳥栖、格上の相手に今のところ最高の戦いができていませんか。非常にうまく戦えてますし、あまり見劣りしませんよね。むしろ動きいいと思いますからね。鳥栖としてはやれることをきっちりやってますからね。その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあここから意地を見せることができるか。レガル、チェックきついですよね。アプローチ、預ける、組み立てる、右にはたいた、チェックが入りました。どうだ、長い、長いボールを選択。おっと、島崎、パスをカットです。レガル、苦しい状況です。ちょっときついですよね。一人で持っていけるか。右が上がっていく、強い、この位置でスローイン。ここで上です。必ず行ってしまいましたね。おっと、ここでカードが出ます。いやね、ただフリーになっている選手がいましたからね。そういったとこでしょうね。今の際どいエリアでのリプレイです。いや、いい位置ですよ。ここは誰も走り込んでいません。しかし追いかける柳沢、飯尾、そしてここは磯崎、トラップ、ここでホイッスルがありました。さあチャンスになります。いいところでのチャンスを得ました。ここには誰もいない。ここは千葉、
少しずつ上がってきました。後半の15分に差し掛かりました。前関口チェック。サガン鳥栖、この立ち上がりいかがでしょう。はい、完全に試合の主導権を握り出してますよね。ただここであまり単調になりすぎないように心がけたいところですよね。小さく出した。ここからヤンヨンギ奪います。どうなるのか。ここで激しいチェック。攻め上がったんですがここはうまくいきません。右チェック。ここに長い。再度組み立て直します。追っていくスライディング。右に出して一旦下げて右へ出す。前に送るチップキック。これはピンチを逃れました。真ん中へのクロスが出たんですがここでは合わせられません。ちょっとタイミング遅かった感じもしますけどね。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。関口また抜き去ります。いいですよ。突破できるか、シュートまでいけるか。おーっと、惜しい。レガル、クロスから頭で合わせました。そうですね。あと少しだけね、対応早ければよかったんでしょうけどね。ここで選手変わりますね。そうですね、変わりますね。待っていたアプローチチェック。ボールを預けて呼んでいます。絶好の得点機。戻し右サイド、右サイド上がっていく。しかし追いかける。チェック。コントロール前線へ。真ん中から上がっていく。中央へボールが出てきた。いいプレッシャーだ。エリーゼ、レガルタ、決定力の差が現れています。追っていく。後半30分を回ろうというところ。ボールを奪い、中に誰もいない。打つ。ちょっともったいなかったですね。そうですね。でもうまく蹴りましたよ。広瀬、右渡ります。右へ出した。スライディング。スルーパス、シュート、わずかに右へそれました。ここで選手交代でしょうか。そうみたいですね。まあピッチを離れますけど、何度かパスカットでボールを奪うシーンありましたけどね。今日はいい仕事をしたと言えるでしょうね。ヘッドで競り合います。チェックが入りました。右サイド上がっていく。おっと、ここでファールです。さあここからリスタート。壁に当たった。送ってきた。西山、しっ
かし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。ボールを取ります、右へ回す、内間、ここから高橋、チェック、広瀬、ベガルタ、ちょっと相手になりません。左へ出した、さあ来た、一旦預けます、カットします、右、ディフェンスラインで回します、ベガル、非常に難しい試合展開になっています。高橋預ける、左サイドです、おっと競り合います、柳沢、サガントス、大差でリードしています。柳沢、いいチェックだ、組み立てる、ヤンヨンギ、もう一回田村、さあ後半40分を回りました、ここで受ける、調子悪かったですからね、まあ、リードしていてもそういった状況をチーム全体に知らせてるんだと思いますよ。左へ回します、アプローチ、ファールです、このセットプレーはサガントスボールになります。もっとヘッドで競り合う、いいディフェンスですよ、ちょっと合いません、おっとこれは流れた、ちょっと攻めあぐんでいます、菅井、あっと後ろから足がかかったか、両チームここでメンバー交代のようです。この選手の今日の動きを考えてみますと結構果敢にボールバッタリー、いいプレーしてましたよね、いい働きをしたと思いますよ。島崎、おっとバックパス、内間、柳沢、山田、ここから谷口、自分たちのリズムに持っていきたい、チェック、谷口、これは通りません、谷口、広瀬、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています、しかしここは防がれました、アプローチしていく、果敢にスライディング、ファールを取られました、イエローが出ます、さあチャンスになります、入れた、ヘディング、ここで笛です、3対0、サガントス完勝です、見事に勝ちました。しかし北澤さん、今日の試合どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついた試合になりましたよね。鳥栖としては本当に嬉しい勝利となりましたよね、素晴らしかったです。そうですね、さてそれではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。前半6分、広瀬、あの局面でいきなりの先制点、
決めています。はい、途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。そして後半6分、山田、あの局面でいきなりの追加点、チームを勢いづかせるゴールでした。そうでしたね。シュートした選手なんですけど、その前のカットも素晴らしかったですよ。いい流れを作りましたよね。さあ今度は少しデータを振り返ってみますが、サガン鳥栖シュート数でも上回っていますね。やはり後半あたりから攻勢を見せましたからね。本日の試合は3対0、サガン鳥栖見事試合をものにしています。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。皆さん、また次回お会いしましょう。